ございます。速稼塾の久保です。8月17日の朝、いかがお過ごしでしょうか。私はこれからね、夏祭りに行ってまいります。今日が当日ですんでね、全部を出し切ってやってこようかなと思います。はい、それでですね、私のところに来るお問い合わせのほとんどが、実はですね、利用規約を読めばそのまま理解できるものであること、そして利用規約をしっかりと読み込めばさらに深くわかるものばかりなんで、私の場合はですね、ご質問いただいてご相談いただいたら、まず規約を見てみましょうとか、ルールを確認しましょうっていうところで大体話が終わるんですよね。さあ、それでですね、NHK のより国民を守る党っていうのがね、あります、立花隆さんの政党ですけども、こちらの方もね、似たような感じなんですよ。というのが、私、立花さんの放送を見ていつも思うのが、あ、立花さんが力説してるこれっていうのは多くの方が知らないことなんだっていうふうに気づくんですよね。自分は分かっていたんだけども、あ、こういうふうなことが分からないんだっていうようなことでね、いろいろ気づくわけなんですよ。もちろん私も知らないことがあるんで勉強になるなと思いながらなんですけども、伝え方も非常に大事なんですけども、やっぱり我々はですね、元にあるルールをしっかりと、確認してるのかなってところに立ち返らなければならないんですよね。それをね、町内会をやってると本当によく分かるんですよ。ここでは町内会の事例をちょっと割愛しますけども、例えばですよ、放送法ってものに基づいて立花隆さんお話ししてますけども、放送法なんて読んだことない人ばっかりだと思うんですよ。私は六法全書を読んでますんで、十分理解してると思いますけども、それでもね、放送法に限らず法律とか刑法とか商法ってものがあります。憲法もあります。これ学校の授業でしっかりやってるはずなんですけども、頭に残ってる人があまりいない上に、それを知らずに税制のことも、それから法律のことも知らずにですね、日常生活を送っている20代、30代、40代、50代の方が多いんじゃないかなと思うんですよ。これはね、社会に出たら我々は当然社会のルールを、一度はね、知っておくべきですし、細かいところまで思い出せないにしても大まかなことはね、見ておくべきだと思うんですよ。特に毎日触れることは。で、そう考えると、多くの方が元のルールを見てないのかな、読んでないのかなっていうふうに考えるんですよね。放送法ね。じゃあ放送法の方ことをちょっと話してみますね。 NHK と、国会があります。我々国民もいます。どういう関係にあるかっていうと、まずね、NHK はテレビ受信施設がありますよね。テレビですね、簡単に言うとテレビとかワンセグの携帯ですけども、これを私たちが購入した時っていうのは NHK と契約が義務付けられてるんですよ。だから契約はしなくてはならないんですよ。受信機を置きましたっていう契約ですよね。これはもう法律なんで絶対です、放送法です。でもその次にですね、NHK にお金を払うかどうかは私たちと NHK との契約なんで、法律は入ってこないんですよ。法律はね、だからどういうふうな契約をするのかってことは別なんですよ。例えばいくら払いなさいっていうのは、私と NHK がどういうふうに協議するかなんですよ。もちろん金額が高ければ安くしてよっていうふうな要求を出すこともできますし、払わないって選択もあります。なぜなら放送を受け取ってないから私は払わないですよってことも、これもね、できるんですよ。でも NHK の方としては、契約をしたからお金を払いなさいっていうふうなね、ちょっとね、こう誤解させるような言い方をわざとしてきてるんですよね。だから、ああ、そんなもんかなと思って、確かに放送法っていうのがあるしなっていうことで、放送法を確認せずにお金を払ってるって事実があるんですよね。そして今回は、談話です。国会内の談話ではなく、閣議決定ですね。閣議決定でお金を払う、義務があるよっていうふうな声明を出されてましたよね。これによってですね、まるで法律ができたかのように勘違いしますけども、閣議決定っていうのは政府の解釈であり、別に最高裁判所が法律に準ずるルールとしているわけではないんで、単なる談話なんですよ、本当にね。もう本当に与太話、何の拘束力もないです。ですから特に法律の解釈が変わったわけでもなくて、より私たちに分かりやすくなったんですよ。あ、なるほどねと。自民党が話し合ったらそういう見解になるのねと。なるほど。でも私と NHK との契約関係は何も変わってないんで、払いたくない人は払わなくて OK だよと。ただしね、見てるんだったら払ってくださいよ。私は見てますから払いますからね、きちんと。そういったところで私たちはルールってものを熟知せずに生きてるのかなっていうところに、いろいろとね、隙を突かれるところがいっぱいあるんですよね。だからね、詐欺師に引っかかる人ってやっぱりルールを知らないんですよ。だから気をつけた方がいいかなと思います。で、詐欺師の方がこれは合法のビジネスなんでっていう風に進めてきますけども、いや、合法であるのはね、別に商売で当たり前なんですよね。合法であるのは、だから合法であることがビジネスの正当性を表現するものではないってことも私たちはね、しっかりと理解しなければなりません。世の中に溢れているいろんなね、商売、ビジネス、人間関係、全部合法が当たり前ですからね。合法だから偉いわけでも何でもなくて、当たり前のことなんですよ。むしろね、非合法ですよって進めてくるビジネスってないはずなんですよ。だから私たちは
全て合法の上に成り立っていて、合法が当たり前の上に自分たちの正義感やモラルとか社会的信用とか価値とかっていうのを見出さなければならないのかなと思います。はい、本日の放送は以上です。それでは夏祭りの方行ってきます。失礼します。